おはようございます。本日は2020年の2月の12日、ここは JR 東北本線の上野駅です。今日の旅行は贅沢ですよ。これから行きますのはガーラ湯沢、新潟県湯沢町のスキー場です。この間新潟県の湯沢町までは行きました。まあ今日も行くわけですけども、今日は新幹線で行って帰って日帰りのスキー旅行です。じゃあ JR から結構 JR スキースキーとか言いまして、安いスキー旅行商品が売られており、自分の板を持っていれば多分8000円とかで安ければ行って帰ってスキーを利用することができる。だから贅沢じゃないじゃないかと思うかもしれないんですけども、様々な贅沢要素がこの動画には含まれておりますので、ぜひ、まあ、もちろん都度私が解説しますからね、皆さんに味わっていただきたいと思います。台湾人に、ね、切符の買い方を教えてあげてたんですが、まだ自分の切符を買ってないのに時間ギリギリになっちゃいました。まあまだ間に合うと思いますけど、いや、この日帰りスキー旅行は贅沢ですよ。何が贅沢ってね、今日スキーに日帰り旅行行くってことを決めたのはまず1時間ちょっとぐらい前のことですから。今日はもう素晴らしいお天気で、上越国境を越えた新潟県湯沢町もまた大変素晴らしい、よく晴れている天気だそうです。まあ、それは今日の朝ツイッターで、越後湯沢とか調べてね、現地の写真をアップしている人のアカウントを勝手に見て、それで確認を取ったのでした。よし、買いました。発車まであと2分だから、まあ大丈夫ですね。もうすぐ下にはホームがあります。ただ、切符を売る方は、商売をする方は、早いうちから利益を確保したいと思うもんです。だから当日とかに切符を買うと、さっき往復、スキーもして、8000円でガーラユーザーまで行けると言いましたが、定価で買うとですね、まあ、当日になるともう定価でしか買えませんので、片道で6000円以上かかるということになります。安い買い方してる人と、基本的に設備とかね、なんかすごい豪華な座席に座っていくとか、そういうわけではないんですけど、今日は天気がいいからどこどこに行こうっていう旅行はお金かかるのもまあ仕方ないのかもしれません。またもっと言えば、本日2月の12日は水曜日、平日なんですが、平日にねこういうところに行くっていうのがまた贅沢なことですよ。普通の人は休みの日に行きますからね。そうすると混んでてみんな集中してるわけですから、あまりゆったりとスキー滑ったりということはできません。じゃあこれ皆さんに何か参考になるかっていうと、まあ、普通の人は土日が休みなわけですから、まあ、こんなこと言われてもと思うかもしれませんが、しかしどんな人にも平日休みってものはねたまにはあると思うんですよ。で、その代休とか、まあ、なんかそういうんで平日休みになった時にそれをいかにうまく活用するか、これ重要なことですよ。空いてるのと混んでいるのとでね、もう散々平日も休日も旅行している私が言うから多分説得力があると思うんですけど、もう全然違いますんで。普通の人の倍以上のお金をかけて電気を買っているわけですから、富士山も当然見えます。ちなみに富士山の手前に広がっている街並みは私の生まれ故郷の板橋区高島平です。埼玉県に入ってしばらくして車窓もだんだん開けてきました。それでもまだ見えますね。進行方向左側、山の向こうは静岡県です。向こうが富士山、そしてここからねちょっと前方を向くと別の山も見えます。山の向こうは長野県、時折噴火をします群馬と長野の県境、浅間山です。列車もうすぐ群馬県に入ります。進行方向の右側には今240キロで向かっている新潟県が見えますよ。山を越えた先は新潟県の湯沢町です。浅間山がはっきり近くに見えるようになると群馬県の最大の町高崎市です。まあ、どっちが大きいか、県庁所在地の前橋の方が大きいかもしれないな。向こうに見えます観音様が高崎の町を見下ろします。向こうに見えている凸凹の山は妙義山と言います。これもまた群馬を代表する山です。右側は赤城山で、奥は谷川岳です。これもこの間視聴者の皆さんに紹介しましたが、何度見ても素晴らしい山。ご注意ください。 This is a passenger announcement. This train is bound for Gara Yuzawa. Passengers going to Gara Yuzawa Ski Resort.この列車の次の停車駅は越後湯沢駅です。で、越後湯沢駅の、次の駅が終点のガーラ湯沢なんですが、名前が紛らわしいんで間違えて降りないでくださいねと、いろんな国の言葉で放送されています。日本語、英語、そして中国語、朝鮮語、さらにはタイ語もあったはずです。列車は今縄文高原という群馬県内最後の駅を通過しました。この長い国境のトンネルを抜けると新潟県湯沢町に入ります。この大清水トンネルは昔世界最長のトンネルでした。抜けるとそこは新潟県湯沢町、一面の白銀の世界です。ただそう言おうと思ったんですけど、今年は随分雪が少ないようですね。雪はそれほど多くはないと言ってもたっぷり積もっているし、そして空はもう雲一つない青空です。
この天気のために普通の人よりも1万円以上余計なお金を払っていますが、そうする価値が十分にあると思います。ここの天気はね、もう晴れてる時、これから先ですよ、超素晴らしいことになりますからね。お近くの施設にくださいましてありがとうございました。寒いかなと思ったんですけど、そんなこともないですね。着きました。東京から約1時間20分、上越新幹線ガーラ湯沢に到着です。ようこそガーラ湯沢へ。しかしスキー場には来ましたが、私はスキーの準備を何一つとしてしていません。リュックサックは背負ってますが、何にも中には物はパソコンぐらいしか入ってないし、もう服もこんなだしね、スキーウェアも持ってくればよかったんですけどね、何でも持ってこなかった、まあ、全部お金を払って借りることにします。レンタルというのは楽です。お金がその代わりとてもかかります。はい、出ました。これですね、JR スキースキー、この雪は消えない。これ今年のねキャッチコピーがこの雪は消えないというやつなんですけど、東京近郊に住んでいる方ならわかると思うんですが、もう首都圏では毎年恒例の、こういう若い美男美女みたいなのが集まってですね、カードアップにして、ポスターを作って、ガーラ湯沢に行きましょう JR スキースキーと、冬の毎年の、観光キャンペーンも20年以上やってるんじゃないですかね。この雪は消えないっていうけど、今年はあんま雪が降らなかったからね、もう場所によっては降るどころか頑張って人工雪を作るという状況なので、あんまそういうことを言ってはいけません。かわいそうですからね。実際ですね、雪は消えてしまうんですけれども、このガーライザーでは最近夏になっても人工ゲレンデとかを作って、夏でもスキーができるみたいなことをいろいろやってるようなので、まあこの雪が消えないかどうか別として、この駅は年中使えるようになるかもしれないですね。確かに若者がいっぱいいるわ。一人でブズブズ喋りながら動画撮ってる若者はいませんけどね。で、実は新幹線でこの駅に到着してから1時間もですね、ちょっと全然関係ないことをしておりまして、ただいまの時刻は12時10分。じゃあ今からまず購入するのはリフト券。1日券は5000円、結構しますよね。で、半日券は4000円となっていて、11時45分以降では午後券の4000円を買うことができます。多分これが一番安いんじゃないかな。でも4000円ですからね。上野駅までの往復が13000円で、リフト券が4000円で、合計17000円ですよ。これがね、事前にツアー旅行とかで予約していれば17000円が8000円になるんですけど、その安い商品は1週間前までに買わないといけないから、天気の様子を見るということができない。この素晴らしい天気を9000円で買ったと思うしかありません。というか9000円で買いましたよ、実際にね。でもその格安ツアーだと、7日前ぐらいまでに切符を買わないといけないから、当日の天気の状態を見て今日は晴れているから行こうということはできない。今日の天気代が9000円だと、まあ、考えればいいわけです。4000円のリフト券を買いました。なくすと大変です。で、次はレンタルもしなきゃいけないんですが、申し込み用紙になんかね、まず書くらしいんですよ。みんななんか外国人はちょっと汚いな。名前書いてそのままにしてよ。で、まあ、何を借りるかなんですけど、私はボードはできないんで、スキーでしょ。で、全部一緒、スキーのストックと、それから板と、靴と全部借ります。で、スキーセットで、それから小物ですが、手袋すら持ってないんで、グローブと帽子もこの間近鉄特急に乗って落としちゃったんで、帽子と、ゴーグル、まあサングラス借りますけど、今日は眩しいからね、ゴーグルも必要でしょう。ヘルメットはまあ帽子があるから、まあ、なくてもいいかなと思います。で、年齢ですが、全部書くんだな、22歳、身長は173ぐらいだったと思うんですよね。それから体重はね、まあ、55キロ、ちょっと多めだったの、53キロぐらいしかないかもしれないな。足のサイズは26だったと思うんですけど、確か 25.5 だったかな。それからスキーは初級、中級、上級、どれかな、まあ中級ぐらいは滑れるはずです。スキー開放地ってのもありますけどね、これは要するにスキーがどれぐらいの強さで外れるかってことでしょう。まあ普通でいいでしょうね。簡単に外れちゃったら困るし、あんまり外れないと危ないしね。靴のサイズも試着できるようになってるから 25.5 は、これかこれか、もうちょっと綺麗にあるよなと思うんですけど、見たら 25.5 のところに 23.5 を返却してるしな。もうちょっとなんか協力的にやってくんないの。こいつが 25.5 か。これがスキー用の靴なんですけど、倒れちゃった。これをまず全部外して大きく開けて、足を差し込む、ねじ込むって感じですがね、いてて入らないかな。入りましたけどね、全部足を入れ込んだらちょっとさすがにきつすぎるな。ちょっときついぐらいがちょうどいいんですけど、26にしとこう。ああ、よかった、試し履きしといて。全部必要なものを借りたりとかしてきましたけども、すごい量ですよ。もう
まあ、これまずスキーブーツじゃないですか。さっき試着したやつね、めちゃくちゃ重い。それから板がなければ滑れません。板もレッダーです。こんな風に、サイズに合うように調整してもらいました。でそれから、スキーウェアと、ゴーグルと帽子と、それから手袋。普通の手袋では寒くて手がカチカチになっちゃいますんで、合わせてね15,000円、ちょっと高いよね。そういうもんなんです。スキーってお金のかかる趣味なんです。だからバブル時代みたいなの流行ったんですけど、最近ではスキーは下火で、若者にいかにスキーに来てもらうかってんで格安ツアーなんかもいっぱいやってるわけです。これら道具を買うのもお金がかかりますし、買ったとしてもこの東京から持っていくっていうのは大変なことですからね。もう重いですよね。もうずっしりしてて、このスキー場の、センターの中を歩くだけでも大変なのにね。そしたら続いてコインロッカーに自分の荷物を預けなきゃいけないんですが、まあ、ロッカーはね、ここではチケット制になってるらしいんですけど、ロッカー券というのを買わなきゃいけないですね。で、ここで見たかけど多分ロッカー券は1回1000円、つまりコインロッカーは1000円ということですか。もうスキー場だって運営にお金かかるしね、しょうがないんですけど、ほとほと金のかかる趣味だよな。あれ買えない、買いましたけど、ね、やっぱり1枚1000円だったみたい。なんかこれの解除番号をここに入力すると開くというハイテクタイプのようです。じゃあ一応ね、着替えをするわけですけど、借りてきたからね。本来はスキーをするのにこういう格好でなきゃいけないとかいうのは特にないんですけど、いつもの格好の上に、風が入ってくると嫌だから、せいぜいボタンはしてですね、でこんなつなぎをかけて落ちないようにしておくっていうのは重要ですよ。ボーダーじゃないですからね。これであとは借りてきた上着をこう着ると。私本当はスキーウェア持ってるんですけどね、まあ、レンタルの方が何事にも楽だということで、別にスーツにネクタイでスキーやろうと思えばできるんですけど、ちょっと寒いと思いますし、転んだら水浸しになるから、あんまりやんない方がいいとは思いますけどね。多分例えばそういう格好でスキーをした人だっていると思いますよ。であとこの帽子はレンタルでいいんですけど、なんと買わされてしまいました。まあこんなもんもいちいち洗う方がコストがかかるんでしょうね。いくらだったのかな。ずいぶん伸びる、スキー用の帽子だ。ガーラとか JR とか書いててくれるから、そういうのは特になさそうです。これにゴーグルを備えれば、まあ、スキーのなりは出来上がりって感じですけども、あと忘れちゃいけないものはこの手袋ね、ないとね、これはないとね、スキーはできない。これも、かわされてしまいました。よし、じゃあレンタルも何もかも全部準備は整いましたしね、靴も履けましたよ。この靴を履くとね、やった人だけは分かるんですけども、足がもう重くて大変なんですが、それがスキーの醍醐味の一つでもあるんですけども、でいよいよ山の上へ行くだけ。ちなみに結構準備が不慣れだったもので、1時間ぐらい準備に時間を要してしまいました。さて、それでは乗り込むゴンドラ、 JR 東北新幹線の色をしているものもあります。 JR の息のかかったスキー施設ですからね、まあ、要するにモノレールじゃなかったロープウェイです。でスキーはですね、この中に持ち込むのではなく、外のスキー入れ歯がありまして、ここに差し込んで、8人分を積むことができるようになっています。ゴンドラの定員は8人です。基本的にずっと止まることなく動いてはいるんですが、お客さんが乗り込むところではゆっくり動いてくれるように調整されていますから、そんなに心配をする必要もありません。次のゴンドラは秋田新幹線小町号の色をしてますね。というか完全にそういう顔が書いてあります。そう、迷彩っていうか、緑に隠れる、余計わかんない。さて、山の上に着きましたけど、ちょっとまずいことが分かってね、雪晴れが少しずつ失われ始めてるんですよ。準備に、ね、時間をかけすぎちゃいましたよ。今から、まあ、大急ぎ行けばまだ普通に楽しめると思いますが、下のガーラ駅からゴンドラに登って山の上に来ました。でここからがスキー場です。ここからはリフトに乗り換え、山の上の方まで行きますが、まずは初心者コースを使いたいので、このリフトかな。そしたらじゃあ、まあ靴を履いて、ストックも置いてるのを借りてきたんですけど、なんか曲がってんなこれ。もういっか曲がってても、もう飾りみたいなもんですからね。これを思いっきり踏みつけば履けます。履けた、ツルツル。あ、久しぶりだ。もう2年ぐらいやってないから大丈夫かな、心配ですよ。よし、ちゃんと履けたかな。よしよしよし。前の人があのリフトに乗って、次の自分はその奥のリフトです。
これがいなくなったら出発信号が止まります。それを確認して前進すればいいと。で、待機の位置まで進んだら、ここがそうなのかな、いやもうちょっと前ですね。あの人たちがいるところが待機位置だから。そしたらあとはリフトが後ろから迎えに来るので、タイミングを合わせて座ります。で、上の方に着きましたけど、やっぱり景色が綺麗ですわ。若い人たちがたくさんいますよ。今大学の春休みシーズンだからでしょうね。みんなスノーボード、板を2つつけてるのは中高年だけですよ。じゃあお前中高年なのかって、そんなことはないんですけど。まず第一に見たかった景色があります。ガーラ湯沢の山の上から見た景色が本当に素晴らしいから、一度は行きたいと思っていたのですが、それがどんどん近づいてきてますよ。すごいな、お、越後湯沢の街がこんなによく見えるんですか。越後湯沢の街並みです。いやいいな、こんなによく見えるんですか。スキーって半分は私景色を楽しみに行くもんだと思ってるんですけどね。あの滑るっていうのも楽しいですが、山にこんな手軽に登れることなかなかないですから。新幹線の駅はどこかな。ちょっと眩しすぎてよく分かんなかったんですけど、とりあえず靴のバックルをよいしょ、全く閉めてなかった、買った、閉まんないな。一応閉めなくてもね、なんとかなっちゃうんですけど、足が緩いとうまく力が入りませんので。やっぱりこの時間帯の見どころは向こうですかね。あっちはよく晴れてて思い通りの景色が見られていますよ。宿場町の塩沢、そして六日町です。よいしょ、あとはね、これ YouTube 動画なんで、ふざけたサムネイルを作るために、あの太陽が今ちょうどまた復活し始めましたからね、雪の壁をバックにして、この雪は消えないというポーズを撮らなきゃいけません。写真はいろんな向きでたくさん撮っておかなければいけません。変な顔とかもしてね、ナイス、一番面白くなるようなカット。あ、いっぱい写真が撮れました。いい男に映りましたかね。ゲレンデマジックというやつです。じゃあちょっと一旦ね、ビデオカメラ片手動画じゃなくて、あの真剣に滑りますわ。別にビデオカメラ片手に持って滑ることはそんなになんかこう危険な行為ではないと思うんですけど、それは慣れている場合の話でして、今慣れてないのでね。じゃあ、ちょっと一旦カメラオフで行ってきますよ。よし、とりあえずね、あの5分ぐらい滑りましたけども、感覚はすっかり取り戻しました。まずまあ基本のね、暴言というやつですが、あのこういうハの字になって、ブレーキをかけるというのができれば、まあ、どんな斜面もね、基本的に怖くはありませんよ。こう速くなっちゃってもこうすればすぐブレーキがかかりますので、ね、で、まあこれだとちょっとこう格好がつかないんで、もっと格好つけたい人はパラレルターンとか言ってね、こう平行にしてこういう感じのことをするようになるんですけど、そんなにうまいわけないです。このようにこけることもあります。さっきまではこけなかったんだけど、一回ね、そこすぐ裏崖なんですけど、崖のところまで行きそうになって、お前死ぬかと思って、まあそういう時のね、本当の最後の最後に非常ブレーキはもう自らこけることなんですけど ね。まだビデオを持ってスイスイ滑るほど私も上手じゃないような気がするな。まあ片手がビデオで支配されていても、本来スキーというのは左右の体重の移動だけでカーブラーができるので、そんなにね、別に困ることはないはずなんですけど、ただ心理的なもんでしょうね。報道だ、世の中スノーボードばっかり、ここに滑ってる人たちと年齢は同じのはずなんですけどね、おじいさんになった気分だな。それではまた3周目のリフトに乗って上に上がってきましたけど、向こうに見えているのが群馬県です。ですよね、多分そうだ、あの山の向こうはね、さすがに群馬県だと思いますよ。あそこにちょっと見えてる高い山、多分あれが谷川岳のあれなんじゃないですか。上の方はもうすごい雪の景色のようですけどね。あの山の向こう、関東平野は今日は一日真っ青な晴れ。しかし新潟県側の天候はこのように変わりやすいのです。今まで一番初心者向けのエーデルワイスコースしか行っていなかったんですが、初心者と中級者向けのエンターテインメントコースに行っていますか。自分の滑った後、シュプールが、この斜面を切り込みを入れるというか、みじん切りにするように滑ればそんなにスピードは出ません。あんま上手くないんですけど、やっぱちょっと神経を使うな。スキー、スノーボードってのは本来危険な遊びですから、命を贅沢に使ってるなっていう感じはしますけど、おー、何がおーなんだ、まったく。なるほど、これは楽しいわ。危ない危ない危ない、向こうは危ないと思ってないと思いますけど、
ちょっと上手に滑れてるかどうかっていうのは全く自信がないんですが、少なくともね滑り始めてからちょっとしか経ってないけど、もう2時間経ってるらしい。本当面白いですね。やっぱね、あっという間に時間が過ぎるというのは楽しいことです。スキー場のレストランに入店します。多分めちゃくちゃ高い甘口カレーみたいなのがあるんじゃないかな。さて、ここは JR の開発したスキー場ですから、駅構内の自動販売機も JR 仕様で JR の開発した飲み物が売っているし、スイカなどの電子マネーにも対応しています。スキー場ではこういうのまだまだ珍しいですよね。いや、あちあち、実はね、やったことない人は分かんないと思うんですけど、スキーって普通にスポーツなんでやっぱ暑いんですよね。一旦ね、スキーウェアも脱いじゃいましょうね。驚くべき異質な格好を募集の面談に披露することになりますけどね。誰だこいつっていう感じ。やっぱ毎年一生懸命若者をこういう広告で集めてるだけの効果は上がってるんですね。これは何かな、出会い系サイトの広告かな。スキー場で食うカレーライス、ほど美味しいものはありません。やっぱりあれは甘口カレー1000円、ちゃんとスイカで払うことができます。いいね。あとなんか冷たいものを食べたいな。来ました、上の方にアイスあるそうです。ちょうどね、窓側の席が空きましたよ。さっきも窓側だったと思うかもしれないですけど、越後湯沢の街が見える側の窓側です。よく晴れてますよね。リフト登ったところからでは見ることのできなかった上越新幹線越後湯沢駅もここに見えています。さっきは新幹線も通ってたんだけどな。これね、地上で食えば500円ぐらい出せば食べられそうなカレーを1000円出して食べるっていうのがいいんですよ。それがなんかスキー場っていう感じがする。味もね、なんかこう超ほっぺたが落ちるみたいな美味しさじゃないですが、ちょっと滑り疲れた体に染み渡る美味しい甘口カレーですよ。疲れててお腹が減ってる時に食べるカレーライスなんでこんなに美味しいんですかね。いやアイスか食べようと思ったんですけど、そんなことやってる場合じゃないですよ。見てください、このバリ晴れ。天気がね、さっきまでと打って変わって超良くなりました。やっぱさっき天候をお金で買ったみたいなことを、豪語したんで、曇っちゃったことをなんかこう適当に、ね、強がりを言ってたわけですが、本当に天気が良くなった。いや素晴らしい、最高の景色だ。リフトに乗るだけでも楽しいですからね。おお、見るも豊かな大パノラマ。ああ、随分人も帰り始めて、初心者コースも着きました。空いてりゃなんちゅうことはない。ちょっと速度を落としながら進むだけ。いや楽しいね。よし、そしたらね、リフトのゴンドラのところに拠点に帰ってきましたけども、ここから一旦ねスキーで山を下ってガーラ湯沢の駅のあたりまで、全長 2.5 キロの下山コースファルコンに挑みたいと思います。これは中級コースですが、ガーラ湯沢のあらゆるスキーコースの中で最も眺めが素晴らしいそうです。と思ったらすぐには下れないそうですが、でも大丈夫、雪の少ない時には閉鎖をされることもあるんですけど、あと8分ほどしたら通れる時間になるんだそうですよ。なるほど、こういう感じね。このぐらいの勾配なら別になんということはないから、まだまだ大変なのは先なんでしょうね。昨日降雪がありました。たくさん雪が降っていて滑りやすそうですね。じゃあそろそろ、いや空はまた雲一つない青空に戻りましたね。眼下には越後湯沢の街が隅々まで見渡せるようになっています。安全第一の最原則で行くしかないでしょうけど、景色を見に来たと思えばこれで十分ですよ。見た目はかっこよくはないでしょうけどね、かっこよく滑るために、それ見せるためにスキーやってるわけじゃないから。お、E7 系新幹線が12両今越後湯沢を通過したのかな。あのスピードはどっちのもつかない微妙な速度ですけど、ここで新幹線という乗り物について一つお話しするとすればね、新幹線はもう山道なんかでは、
トンネルを掘ってまっすぐ貫いてしまうことで、距離自体を短縮している。だから速いというのもね、一つの側面にはあります。ただ速度が速いというだけじゃないんですよ。そしてまたまっすぐに道を貫いてしまうから速い速度で走っても大丈夫ということでもあるのです。あっちは在来線の上越線、昔はあの道をうねうね列車が辿っていました。今は越後湯沢の駅を出たらあの山中のトンネルに入って、昔世界一長かった大清水トンネルを抜ければもう群馬県、全然違いますよね。でもね、やっぱりずっとひたすら超急なところばっかり滑ってるわけでもないんで、なんかあんまり余裕はないけど、おっそー、早い、おー、いい、素晴らしい。いや、疲れましたね。ちょっと休憩、コースの端っこだったら別にこんな風に寝転がってても迷惑にはなりませんのでね、あのみんな向こうの方通過してくれますから。いやー、ここで流れる川とその脇を行く線路と、あとは奥の街並みをこう眺めるわけですよ。いや、いい休憩じゃないですか。よし、無事最後まで安全に滑り切ることができました。いや、よかった、面白かったね。もう帰ることにします。スキーをね、毎回終えるとき、もう引き上げるというとき、ああ命が無事でよかったって毎回思います。そんな風に思うんだったら遊ばなきゃいいんだけど。2キロ半も滑って着いたぞと、そこにある建物に入ったら、もうそこには新幹線の改札があるってんだから、すごいですよね。なんかあと6分後に新幹線が来るらしいんですけど、この状態からでももしかしたらそれ乗れちゃうんじゃないかな。ちょっと挑戦してみよう。着替えは終わって続いて、借り物、特に板の返却、急斜面より大変な重い荷物の運搬です。よいしょ。全容はこんな感じなんですけど、風呂敷を忘れた行商人みたいになってますね。必死で返却しましたけど、さすがにね、新幹線の時間には間に合わなかったです。まあでも大丈夫、次の新幹線も、まあ、5時6分の新幹線乗りたかったです。その次は5時50分、まあ本数はある方でしょう。ガラエザ駅でも食事などして時間を潰すことは容易なんですが、1個隣の越後湯沢の方が好きなので、駅から出る無料の連絡バスで送ってもらいます。よし、駅まで帰ってきた。さっきまでスキー靴履いてたじゃないですか。もうあれが本当に足かせてね、あ、まともに歩くのも大変なんですけども、それが外れるとすごく歩くのが気持ちいいんですよ。これはね、スキーをやった人にしかわからないと思うんですが、やった人はみんなわかると思いますね。雪国感のある味わい深い越後湯沢駅舎、私の好きな駅舎の一つですが、やはり雪が少ないです。前から行きたいと思っていたこの越後湯沢のラーメン屋さん、今日に限ってね、行列してるわ。結構長い行列。まあやっぱ時間のせいでしょうね。スキー終わってみんな帰る時間が同じぐらいですから。お店の中に張り紙があって、まあ、それを見たらね、冷たい麺がおすすめ、絶対おすすめって書いてあるんですよ。まあ、その方が風味が味わえるらしい。なこと言ったって、まあ、実際のところはほんのちょっとね、普通の小麦の麺に米を混ぜて、で新潟っていう感じを出そうとして、それで売り上げ上げようとしてんだろうとか、まあ、そういうふうに思ってたんですけども、まあ、絶対おすすめ冷たいのがいいとまで言うので、じゃあそうしようかな、食べてみました。あのね、正直なこと申し上げますと、まあ、お米感が、ね、あるかといえば、まあ、特になかった。まあ、それはあの麺を食べてお米感を味わうというのは無理です。だとてもツルツルしてて冷たくてもね、あ、美味しいなと素直に感じることができましたよ。美味しい麺でした。結局帰りの新幹線までまだ30分ほどあります。ここにね、越後名物元祖ヘギそばと書いてあって、これもこの地域の名物なんですが、美味しいですよ。私そばってあんまり好きじゃないんですけど、これは美味しい。つるっとね、さっぱり食べられるんですよ。越後湯沢駅併設の酒風呂湯の沢、まあ、この間も紹介した通りですが、タオル付きで800円なんで安いと思います。ガラエザの温泉は確か1200円だからね、それよりも新幹線駅直結する条件は同じなのに安いし、お酒の香りがして面白い温泉です。
この間来た時も治療中って書いてありましたけどね、全然治ってないんだな。建物の中に入るとというか店の中に入ると日本酒の香りがプンと漂ってきます。今日は温泉いいかなと思いましたけどね、せっかく時間あるから入っていくか。この温泉本当にいいですよ。残念ながら温泉はもうこの時間になると終わっちゃうんですね。結構早い。でもってじゃあその温泉の喫茶スペースだけはやっているようだから、じゃあ麹ラテという名物のね結構美味しいものを頼んで飲もうかと思ったんですけども、残念ながらそれも売り切れでした。この中に入っているのは冷たい甘酒です。まあこれはこれで新潟感があっていいですよね。新潟で飲む甘酒っていうのは不当に高いことがありますんで、これねこの大きさでここまで入って360円、安い方ですね。味も奥行きがあって、また多分スキーの疲れと調和するんでしょうね。甘い甘酒って飲んでると途中で飽きてくるんですけど、飽きない。甘さが強くなさすぎるっていうのがいいんでしょう。寒い、あのね越後湯沢行こうないって結構寒いんですよね。調子に乗って冷たい甘酒一気飲みしてブルブルになってしまいましたが、新幹線来るから早くこれ帰ろう。風呂なんて別にね自分家で入ればいいじゃないですか。新幹線でもうあっという間に東京着くんだから。バスで延々帰るんだったらね、その前にちょっと風呂入ってバスの中でゆっくり寝るためにね、あのこうお風呂上がりの状態で行きたいなとか思いますけど、外めちゃくちゃ寒いじゃないですか。あの朝着いた時はね日が出てましたんで、そんな別に寒いとかいうこともなかったんですけど、もう沈めばもうこの通り全然違う。寒すぎますね。駅の周りの温泉宿かなんかに泊まってのんびりしたいところなんですけど、まあ、新幹線に乗れば一瞬で東京に行けますから、もう切符も買ってあります。今日は天気をお金で買って、そして面倒くさい荷物なども全部もう全く何もかもですねレンタルにして、まあ、一体いくらぐらいかかるのかなということを思いながら、これらスキーをやってきまして、そういった贅沢さを皆さんにも、動画を通じて感じていただけたらよかったかなと思います。で帰りなんですが、自由席で新幹線帰りはいいやと思ってたんですけど、今の時間から帰るとね、ちょうど私がまだ乗ったことない上越新幹線時号のグランクラス、まあ、超いい座席、あのグリーン車よりもさらに快適とされている座席の、まあ、これ利用できる便があったんですよ。でちょっとあのその関係であのこれ切符買ったんで、あの乗って帰ろうと思いますんで、あの交通チャンネルってあのスーツ交通チャンネル、この旅行チャンネルとは関係のない、チャンネルの事情でこういうものを買うことになったんですけど、また自由席で買えば十分なんですけどね、すいませんね。寒い。あ大学生が集まってる、集まるの好きだな。くそ寒いやが、コシカリアイスも買おう。おー寒い。なんか今日は炭水化物ばっかり摂取してる気がするけど、それだけエネルギーも使いましたしいいですよね。でこちらがですね新幹線のグランクラスでございます。ちょっとご覧に入れますか。あの私しかお客さんいないんで、まあ、だからこそこの列車の切符買ったんですけど、こういう座席がですねずらずらずらっと並んで、まあ、こういう感じですね。私の席は一番後ろを指定しておきました。大きな座席ですよ。これによいしょ、おっとどっしりと座ります。で、手に持っているこれはですね、さっきあのエイジクレザーに買ったやつですけど、あのコシヒカリソフトクリーム、確かね前はソフトクリームじゃなくてあの普通のなんかあのアイスのやつもあったと思うんですが、ちょっとなんか多いですけどね。あのこれなんかお米が入ってるんですよ。これはさっきの駅のラーメン屋さんとまたなんかちょっと違う。これはなんかお米感がありますね。あのラーメン屋さんのつけ麺、あのね美味しかったですよ。すごいツルツルしてて、だから米が入ってるのかどうかよく分かんなかった。冷や盛りにして一瞬だけタレにつけてパクッと食べるよかったな。だから雪もいいし食べ物もいいし景色もいい、電車も面白い。ただキャラクターが長野県と被りがちですね。群馬と新潟は被らないんですけどね、そこがちょっとお互いになんか残念というかもったいないというか、
東京からなんかスキーとか温泉に行く人は長野も新潟も同じみたいに思ってる節がどっかあるんじゃないかなと思うんですけど、でもどちらも素晴らしい都道府県ですよ。私両方とも好きです。でもね、新幹線で手軽にアクセスできるガールズすごい便利、いいですよ。もう帰りの時間とかあんま気にしなくていいしね、暗くなり始めてから電車に乗っても余裕でまともな時間に東京をつける、すごくいいと思うんですけど、まあよく格安バスツアーみたいなのでスキーも行くんですが、まあまあなかなかよくてね、滑り疲れて帰りのバスに乗ってリクライニング倒して眠る、ぐっすり眠って帰るっていうのもね、これもまたね、なんか幸せな感じなんですよね。帰る前にちょっと温泉かなんか入ってね。アイス食ってるだけで大宮ですよ。早っ。中央道からここまで何分なんだ ?40 分ぐらいしか経ってないな。あんなめちゃくちゃ寒い新潟の山奥っていうか、まあ、山越えた向こうからね、便利なもんですよ本当に。ガーライザはじゃあ帰ってきました、東京上野駅。いやすごいお金使いましたよ。もうこんなお金かけるんだなって改めて驚くばかりなんですけども、今回、最後にいくら使ったかっていう金額を、示すと思いますが、それと別に、まあ、一番安ければ、新幹線の1週間ぐらい前にインターネットの割引の、駅ネットの、ね、JR のツアー旅行を申し込むと、スキー代と、それから陸渡券代が、あ、違う、東北新幹線と陸渡券で8100円、さらにレンタルで多分板が、4000円ぐらいかなと思います。だからね、多分今日の工程をレンタルである程度こなして、スキーウェアぐらいは持ってるっていう状態だったら、まあ、多分5,000円ぐらいでできたんじゃないかと思うんですよね。今回はいくら使ったのかちょっと怖いですけども、最後に計算してみようと思います。じゃあどうも、ここまで終わりにします。ありがとうございます。